麻雀スタジオ。前回まで振り点を説明してきまして、麻雀にはこれしちゃダメよとしたらチョンボ、バップ払ってくださいという禁止事項がまだあるので説明していきます。今回は食い替え、食い替えと言いまして、まあ、言葉で言うとメンツをただ入れ替えるだけの意味のない地位はしてはいけないという感じです。メンツのただの入れ替えの地位は禁止。例えば今こんな手牌で、まあ、白を積もってきた、テンパイをした、まあなんとなく789の3色とチャンタが見えます。老朽庵町、ただ今は役がないので、まあ老庵が出ても旧庵が出ても論はできません。まあリーチかければ論できますが、まあ789の3色ちゃんた3色をちょっと見ていたところに、左の人から9ピンが出てきた。これを地位すればちゃんた3色テンパイし、これでちゃんた3色、まあ、9-1でちゃんた3色という形なんですが、他の人から見ると7-8を晒して6が手から出てきたと、他の3人から見て手の中で6-7-8が揃っていた、6-7-8を7-8-9に入れ替えるだけの地位ということがわかります。これが食い替えで、禁止されています。まあ、私も麻雀ずっとやってきて一度も見たことないので、やっぱり誰もが当たり前にしない行為なので、まあ覚えておく必要があります。メンツを入れ替えるだけ、345を234に入れ替えるだけの地位とか、そういうのは禁止ですと。ただ9ピンが出ました地位と、これでローピンを切っちゃうと食い替えなんですが、もちろん普通のこう違う牌切れば全く問題ないです。他の人から見て7-8を晒してパー1が出てきた、特に食い替えと言われる理由はないので、こう明らかにメンツの入れ替えと分かる晒し方、切り方しない限りは大丈夫です。ちょっといろいろ考えて、自分の目線から見て相手の手牌が食い替えしたかしてないか、例えばこれ相手の手牌です。相手から見て左の人が E1 を切ってきた地位で数番手出し、これ食い替えですね。2-3さらして4切ってきた、2-3-4ってメンツ揃ってたんじゃんと、ああただ2-3-4を1-2-3にするだけのメンツの入れ替えの地位だなということがわかります。これが自分の目線から見て食い替えがダメですと。例えばもう一回チーソー切ってきました、チーと、あ、間違えました、チーで、スーソー切ってきた、あれ手の中で C5-6揃ってるじゃんと、これは食い替えと分かるのでやってはいけません。ただ最初のうちは多分ちょっと分かりづらいのが、4-6-7-5で地位、これは大丈夫です。メンツの入れ替えでも何でもないので、4-6-7から
地位をしただけ。特にメンツがもともと揃ってたわけではないと。これは問題ないです。麻雀には他にも、禁止事項があるので、それを説明していきます。どうもありがとうございました。